はい、どうも皆さんこんばんは、サイテーマンです。ゼルダの伝説トワイライトプリンセス攻略、続きから天空都市の攻略ですね、いきたいと思います。このおばちゃんと風を利用して、なんとかここまで来れてるんですけれども、 OK ですね。この奥まだ行ってないので、この奥かな、行きましょう。クローショットですね。ふぅ、結構ね、順調に、まあ、時間はかかってはいるんですけど、ここまで順調に来れているかなと思います。体感的には順調に来れてるんじゃないかなと思います。下に降りてけってことか。あっこの扉ですね、あっこの扉を目指すってことなんで、まあまあ下に降りていけばいいんじゃないかなと思うんですけど、まあとりあえずこれ気になるんで、これだけ。ん？これだけ回収していきます。OK。マロマートのね、募金で、ルピーが大量に必要になるんでね、ルピーはできるだけ入手しておきましょう。あと、これ、下に降りるにあたって気になるのが、風が出てるんですね。場外に弾き飛ばされないように、一旦ここ経由しよう。一旦ここ行きます。徐々に降りていきましょう。危ないんでね、場外に弾き落とされる危険が多分あるので、おばちゃんをとりあえず掴んで、おばちゃんというかもうここの天空の住民ですね、この人。風が止んだら行きます。次はどこだ、ここだ、ここ経由しよう。ここ一旦ブレイクタイムね。 OKOK、 ルピーも回収しといて、でだ、これか。OK ですね。とりあえず扉開いてくれたので、このまま降りていくか。いや、このまま降りれないな。え、どうすんのこれ、下地面ないよね、これどうすんのこれ。俺これ死ねってことですか、任天堂さん、任天堂さん助けてください。ちょっと待って、俺これマジで死ねってこと、死ねってことじゃん。なんだよ、じゃあなんであんなところにフックショット引っ掛けるもん置くかな、おかしいだろ今の。とりあえずまあさっきと同じ要領でいきましょう。一つずつここをとりあえず経由して、おばちゃん回収して、徐々に下降りていきます、確実にね。あっこ、この下、風注意しながら、ここ経由ね。ブレイクタイムで、次がクローショット、あっこだ、ここ、よし。でおばちゃんを回収し、で目的地が、あ、ここだ、この下ですね、行きます。 OK です、行けましたね。ふう、なかなか骨が折れるぜ。ボス戦か、ボス戦ですねこれは、おそらくマップから見る限り。あれ、ボス戦じゃないのか、雰囲気的にはボス戦なんですけどね、ハートもあるしボス戦だと思うんですけど、ボスがいないぞ。いや、ボスじゃないのか、ここはまだ、とりあえずボスじゃないのか。とりあえず下まで行って、行って、なんだよ、なに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 、装置が大きすぎてぶら下がっただけじゃ風を止められないのか、だったらもっと重さをかけてみるか。なるほどね、ヘビーブーツってことでしょ、もっと重さをかけてみるかってことなんで、こうでしょ。これさ、リンクヘビーブーツ持ち歩いてるから重さ的に変わんないはずなんですけどね、なんで装備したらあれになるとかなんだ、重さ的には変わんないでしょ、だってヘビーブーツ常に持ち歩いてる計算だったら。あ、ここでボス戦か、面白い。そろそろなんかアクション性のあるバトルがしたいと思ってたんすよ。さあ誰だ、鳥系か、やはり。
ガーゴイルみたいなやつですね。あのドラゴンはおそらくこのダンジョンのボスでしょう。風を起こしてるドラゴンは。よし、行きます。とりあえず空中厄介なんで、こいつまず叩き落としましょう。フックショットやらないやらで当たってくんないな。弓矢の方が捉えやすいかもしれない。おっ、ケチャス、わかりましたよ。こいつの縦、おそらくフックショットで引っかかる的になってるんですよ。的みたいになってるって的みたいになってるんで、あのこいつに縦を構えさせてフックショットで引き寄せて剣攻撃入れていきます。縦構えチャンスですね。ふう、弾かれたか。ここ回避、相手が剣振る瞬間チャンスだと思うんですけどね。飛ぶと、まあまあこれの繰り返しで倒しましょう。縦構えたらフックショットで引き寄せて倒します。構えた、チャンス、ゲイ、まだ逃げるか。今外に逃げましたね。どっから来る、どっから来る、どっから来る、いた、どこだどこだどこだ、どこにいる、どこ行ったあいつ、いた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 、あぶね、あぶね、いた、オッケー、回転切り当たってくんないな。よし、ゆっくり慎重に行きます。いた、チャンス、オッケー、仕留めましたね。よし、仕留めましたね。ふう、まあ時間はかかりましたが、そこまでの相手ではなかったですね。おそらくここの目玉武器、目玉アイテムが手に入ってくれると思います。なんか風を起こす系じゃないかなと思ってるんですけど、危なっ。こっちじゃなくて、こっちか。オッケー、待望のコンパスだったら嫌ですね。ほう、クローショット持ってるぜ。クローショットを手に入れた。今までのと合わせて二刀流、名付けてダブルクローショット。任天堂さん、これネタ切れですか、これ。任天堂、これネタ切れとかじゃないのかな。とりあえず戻ろう。任天堂さん、これネタ切れじゃないですよね。もしかしてネタなくなったから同じもん出したみたいな。まあでも今までのゼルダの伝説もなんかロングフックショットみたいなのありましたからね。あ、これか、ロングフックショットみたいなのありましたからね。まあそれと、まあノリ的には無理か、ノリ的には変わんないのかな。若干ネタ切れ感が否めないんですけど、多分この状態でフックショットが打てるようになっているので、今まで行けなかった場所も行けるようになってるんじゃないかなと思うんですよね。でこうか。リンク、これかっこいいよ。なんかルパン三世みたいになってるよ。カリオストロの城みたいになってるから、ここ。いやでもこれあんまり上の方にねフックショット当てないと、これリンク落ちちゃうんですよね。よしよしよし、行けました。で今まで行けなかった場所、行けるようになってるかなと思うんで、そこ目指していきましょう。ふう、厳しいダンジョンだよ、全くもってね。上か、クローショットを使えば
大したことではありません。俺が手に入れたダブルクローを持ってすればね、ダブルクローショットを持ってすればたやすいですよ。よしよし、もっとスピーディーに行きたいんですけど、なかなか。よし、これでとりあえず上まで戻るか。ダメだ、あっこじゃないから、これか。オッケー。で、上には行けないとして、これか。よしよしよし、出た。あ、これね。で、いや、これじゃないよね。これでもないから、これ、あ、わかった。皆さんわかりましたわ。あの、前回のパートかな、今回のパートかな、なんか俺、なんか死ぬしかないみたいなこと言ったじゃないですか。これだ。あれだ。あのスイッチです。任天堂さん、俺死ねってことですかみたいなこと言ってたと思うんですけど、そういうことじゃなくて、2本あればいけるってことです。要するに。こうで、届くか、届かないか。こうでしょ？で、こうだ。こういうことです。なるほどね。で、降りて、で、ここで、クローショットだ。なるほどね。それは一本じゃ無理だわな。こういうことか。いや、なかなか考えたな、任天堂も。ネタ切れとか言ってすいませんね、任天堂さん。ここが、勘のいい方ならもうピンときてるかなと思うんですけど、この装置ね、おそらく落ちていきますね。だから、スピーディーにこう、スピーディーに行けってことです。つまり、こういうことでしょ？危ね！ちょっと！よし！よし！飛んで飛んで、オッケー、オッケー、オッケーでしょ、オッケー。うわ、怖っ。これ多分コンパスですね。あ、コンパスですね。いや、怖っ。で、コンパス入手したおかげで、ダンジョン攻略が比較的楽になるかなと思うんですけど、ダメだ、取れない。比較的楽になるかなと思うんですけど、いやー、怖っ。めっちゃ怖くなったんですけど、クローショット、ダブルクロー手に入れたことで、なんか怖いことやらされる要素が一つ増えてるんですよ。ここは、あー、これ使っていけってことか。なんか新しいアイテム手に入っていけるところが増えるのは嬉しいんですけど、よりなんか高度なことをやれと言われているような感覚に陥りますね。こうで、これさ、リンクだからまだいいけど、普通の人間がやってたらこれめっちゃ怖いよね。こうで、こうだ、こうで、根元打ち抜いて飛びの、こういうことです。で、こうか。いや、これリンクがやってるからあれだけど、これ普通の人間がやってたら常人の神経じゃないですよ、これ。よし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 、とりあえず戻ってきたのか。とりあえず戻ってきたんですね。で、こっからどうするかってことなんですけど、反対側かな、反対側か真ん中かだと思います。真ん中から行ってみるか。クローショット、ダブルクロー手に入れてるんで、行けるようになってるんじゃないかな、ワンチャン。真ん中から行ってみますね。
もしくはこれで無理だったら反対側、橋を壊されましたけどダブルクローで通れるようになっているとか、そんなんじゃないかな。怖っ。ダメだな、いけないっすね。こっちじゃないですね、まだ。じゃあ反対側ですね。反対側が多分ダブルクローを手に入れてるんで、橋がなくても通れるんでしょう。こうで、ただ行動範囲は広がりましたね。より高度なことをやらされるようにはなりましたけど、ダブルクローによって行動範囲は異常に広がりましたね。待て、妖精だ。捕まえときましょう。よし、妖精確保しておきます、念のためにね。まあ僕は倒れないですけどね。僕はやられるなんてことはまあまあないとは思いますけれども、念のためにね確保しておこうということです。ヘビーブーツで、弓矢と行きましょう。出た。いけるか、ここから。いけるか、ここから。よし、 OK です。これ反対側奥行けるってことでしょ、ダブルクロー使って。行けなかったらもう積みますね。行くとこがありませんので。あ、これか。あ、なるほどね。これ使って飛んでいけってことか。これ俺モンスターだと思ってたけど、味方だったのか、まさかの。よし。違う違う違う。違う違う。落ちろ落ちろ。あれだ。飛んで、飛ぶと。OK です。よし、渡りきれました。でダブルクロー手に入れているんで、1回目来た時よりも多分いけるようになってると思います、あの奥の扉ね。よし、行くか。とりあえずルピーだけ回収しておきます。さあ行こう。マップと宝箱マーカーがヒントになってると思います。ん？ん？ なんだなんだ、あ、飛んでいけってことか。了解了解。 OK ですね。よし、とりあえずブレイクタイムで、こっからどうするか。あ、向こうか。なかなか怖いぜ。で、あと、全く別のゲームの実況に、別のゲームの実況になっちゃうんですけども、なんかスプラトゥーンのね、スプラトゥーン甲子園だっけ？大会がなんか今やってますよね。俺弱いから出れなかったんですけど、結構いろいろ、なんか実況者さんとか、スプラトゥーンの実況者さんとか、なんかいろんな方が出てるらしく、俺も出てみたいなとは思ってるんですけど、現状弱いんでね、出れないっていう状況で、俺が S プラスとかになったらね、また出たいなとかも思ってるんですけどね。よし。とりあえず倒しといて。スプラトゥーン甲子園ね。時間的にはまだ取れるのか。どう行くか。てか、どこを目指してんのかっていう話なんすけど、ここは何しに来たんだ？何しに日本へ？飛べないから、ここ？金網からの？向こうは？行けない。どうすんだろうな。下か。いや、違うか。いや、上、あ、あれか。了解した。とりあえず落としといて。いや、これやられるって。ちょっ、いや、今のはやられるわ。あのタイミングでどんなやられるわ。やらかしマンモスです。くっそ。
そー、やらかしたな今。よし、まあとりあえず降りて、もうサクサク行きますよ。飛びの落下と。で、こっちか。さっきのとこまで一気に戻ります。で、これだ。飛んで、こっちか。OK です。ここ反対側から下ですね。行けそうなんで行きます。でここにさっきのやつがいるんで、こいつは先に飛んじゃダメですね。これ落とさないとやられちゃいますね。落としといて他飛ぶと。でここになんか扉があるので、あったあった、これだ。スイッチ押しの扉が開いているので、おそらくフックショットで飛べますね。飛ぶと。 OKOKOK。 で次がどこだ、どこに飛べばいいんだ、これか。いや違うよね。いやあれだ、これだ、こうか。で次はこれか。いやー恐ろしい難易度だ。あ、でいけるんですね、反対側に。 OK です、いけました、ようやく。で宝箱何個か取り逃しているのが気になるといえばなるんですけど、多分小さな鍵じゃないと思うんですよね。小さな鍵を取り逃してたらめんどくさいことになるんですけどね。なんだ、また変なやついるぞ。また変なやついますよ。倒しましょう、適当に。もう虫嫌なんだよな、こういうよくわかんない花。くそー、ヨウコクラマがなんか使いそうなあれでしょ。園芸に興味はないんだよ俺は。もう怖い怖い、こいつこういう虫一番怖いから。 OK、 爆弾か、スキップできません。爆弾だ。爆弾だ、カラスのごとくね。悠々白書のカラスのごとく爆弾を放り込んでいく。よし、やったでしょ。でしょうね。バーンと。なぜこの BGM が鳴り止まない？なぜこの BGM が鳴り止まないんだ？上か。上？あ、鳥が飛んでんのか。はい、ということなんですけれども、一旦この辺でこのパート切ります。また次回ね、ここの続きからやっていこうかなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。サイテンマンでした。ありがとうございました。